あれこれ言うた。ということで本日は、外なんですけど、アパッチでーす今からですね、ある人と、待ち合わせをして、で、あるところに向かうということで、とりあえずその人の待ち合わせ場所に行きたいと思います。やってくれたな。お邪魔します。うん、やってくれたな。何を？え、何を？ちょっと待って、まだ引っ越しないで、シートベルトするから。あれ、ゆうたのマネージャーとかはもう向こう行ってる。あ、向こう行ってんの。そう、なんなんこのお迎えスタイル。いや、よくわかんない。ちょっと俺もだって事務所前に来いって言われて来ただけだよ。いや、そうじゃなくてさ、うん、あの普通こう横並びで座るじゃん。うんこの俺嫌なの、横座られんの。なんで？え、なんで嫌なのよ俺。これまたトークしづれえな、この車中トークを撮ろうとしてたのに。二人の、いいよ、そんな車中トークなんかそんな話すことねえだろうよ。じゃあ、あるんだよ。これさ、どこ行ったらいいの？その、だから三宅さんのところに。三宅さんのところ？うん。もう住所入れてる？入れてない。入れてなかったら届かないだろうが。なあ、入れてなかったらつかないでしょ？住所わかる？ちょ、今さ撮ってるじゃん俺これね。え、撮ってるじゃん、調べられないじゃん今何よもうじゃないのよ。あの、もう本当に予定外のこといっぱいするねあなた。ちょっと何よ、ちょっと待って、どうやって撮ろうかなこれ。ちょっと待ってよ。うん、もうこんな企画で出てくる。あの、やっぱり俺がやったやっぱりシリーズ見てくれてんの？見てるよ。どんぐらい見たの？どんぐらい見たってどういうこと？いや、いっぱいやってるじゃん、もう十何本出てるわけじゃん。あ、だいたい見てるよ。ほんと？うん、だからこの間ほら、なおみちゃん、あ、みおちゃんね、うん、とかみおちゃんが出てるやつも見たし。あ、そう。あと、いや、この間だから福井ちゃんと市役所の居酒屋のやつも見たし。あ、いや、もうびっくりしちゃった、市役所。びっくりでしょ。うん、あれ、市役所ってさ、俺と同い年だよね。そうだよ。いや、もうおっさんじゃんお前が言うな。いやいやいや、マジで。いや、ちょっと41 でしょ、だから市役所も、うん、じゃあもうなんか、あの感じびっくりしない？あの、別に、やっぱ市役所いいやつだなと思ったんだけど、接してても、うん、やっぱちょっとね、うん、あ、ちょっと違うわと思った瞬間がいくつかあって、うん、福ちゃんとかさ、うん、やっぱり卒業まで一緒にいたじゃん。あー、そうね。で、福ちゃんってやっぱ6年ちょっといんのよ。はいはいはい。やっぱ俺と信者7年4ヶ月いるわけじゃん。で、市役所やっぱ2年しかいないから。そう、いや、でも思ったんだよ、あの時。いや、そうか、市役所ってそうか、最後までいなかったんかと思って。そう、でも2年しかいないと思ってないじゃん、俺らも。もっといた感じはするけど。うん。でも2年しかいなかったんだって。ってことはだよ、うん、小学校6年間一緒に過ごしたやつとさ、うん、たった2年間しか過ごしてないやつって、やっぱり全然こう、人のさ、こう理解する、なんていうの、例えば俺がお前のこと理解してる、市役所もうっちゃんのこと理解してるよって言っても、全然理解度がもう違うわけじゃん。なんかそのね、誤差っていうか、だいぶあるなって感じたね。
やっぱ福ちゃんはちょっと分かる。じゃああとさ言うとさ、うん、俺あれだけはマジちょっと間違えたってこと、俺言いたいことがあって、おうおうおう、あのなんか豊島園で青のりかけてどうこうのって言ってた、はいはい、じゃああれ俺違うの、俺嫌いだなって言ってないんだよ、じゃああいつかけすぎなのよ覚えてんだそれ、俺すっげえ覚えてる俺めちゃめちゃ覚えてて、じゃあ青のりかけすぎだっつったの、で俺焼きそばが青のりになっちゃうから嫌だっつったの。なるほどね、なんでそんなこと覚えてんだよ。いや俺あれすげえ覚えてんだよねやっぱ覚えてた、すげえ覚えてた俺。食に関してやっぱ覚えてたね。うん、すげえ覚えてて、俺青のり嫌いじゃないのよ。うん、そうだよね。聞いたことないもん俺。どっちかって言ったら結構好きな方なんだけど、うん、ただかけすぎってさ、青のりになっちゃうじゃん。まあでも市役所が小学校何年生だ、3年生とかだよ当時多分。お前も市役所も。じゃああいつさ、ほらちょっと張り切り癖あるじゃん。さ言ってやんなよそんなこと。あいつ昔から張り切り癖あるんだよ。俺だからあいつのキャンプなんか絶対行かないから俺。確かにキャンプ行って俺は何もしないよ。しないよお前。しないけど、うん、ただ市役所の張り切り癖もあるからそれに話つくんだよな。だから結局だからもう総称すると、うん、何もしないお前に俺はイラつくけど、うん、張り切ってるあいつにお前もイラついてるから、うん、そう結局みんなイラついてるんだよな。みんなイラついて終わる終わるんだよな、うん、だから行かないっていうね。それが一番の選択肢だと思う。わかるよ、すげえわかる。市役所君見てるかなこれ、分かってくれたかな、うん、そうなの。だから言うよ、いやいいやつよ。うん、いやいいやつよね。本当に。うん、優しいしね。うん、俺アッパレの中でも本当に一番優しくていいやつだと思うんだけど、うん、ただあの張り切り癖が。やめてやれよもう。何回も言うの。じゃあ、ね、多分それが頭に出ちゃったんだと思うんだよね。多分張り切り癖が。張り切り癖があの頭皮の方に。頭皮の方に行っちゃったの。うん、お前悪口だぞ。お前そこまで行ったら。いやでも今さ、うん、車乗ってるお前の後ろ姿見て、うん、やっぱ福ちゃんでけえわと思ったわ。いや福ちゃんでけえよ。いやいやもうお前細いわ、すごい。もう全然太ってる人ではないわ、こうやって見てたら。だって福ちゃんだってやばくない？やばい。いや、うん、あの居酒屋トークした時、まあ別にさ、ゆうた昔から別にちっちゃかったじゃん、うん、でさ、なんか市役所もさ、ちょっとなんていうの、まあ10年ぶたりまでいかないけど、いやごつかったよ市役所も結構ね。え、うん、お前ぐらい。なんか、うん、はるかにでかかったよね、ふくちゃん。でかい、もう一人だけちょっと違うわ、サイズが。いやいや、でもあれ面白かったよ。 ありがとうございます。であれちなみにね、うん、もうあのアッパレシリーズ累計で120万再生以上されてるんですよ、うん、でも結構やっぱりあのそういう意味で需要があるんだなってことを、まあ、俺も実感したんだけど、やり始めて。そういや、だから結局ね、うん、やっぱりユータも俺もね、うん、やっぱりあっぱれと縁切れないわけよ。まあ切れないっていうかさ、うん、そのまあ俺はこのそのあっぱれ自体は嫌いじゃないじゃん。で、ね、みんなのことも嫌いじゃないじゃん。このあっぱれシリーズが始まって、うん、やっとこのグルテクが面白いって思ってくれるんだよ。でもグルテクじゃないんだよ、もうグルテクじゃないんだよ、うん、もうあれこれユータっていうのは、あれこれユータになったから。そうもうあのグルテクの時はもう見てらんなかったけど、ね、嘘つけよお前。いやでもな、本当にこれになってよかったよ。やめとけお前、うん、ずっとあっぱれシリーズだけやってきなさいよ。できないだろ、限界あるだろお前それなあ。なんかお前人のことだと思ってなあ、結構大変なんだよお前このアッパレシリーズ。だからあなた今回のアッパレシリーズにおいては何の活躍もしてないです、うん、今回初めてですか出たのも。よく言うわ本当に。いやいや、何もしてない。最多の電話出演ですよ本当に。いやいや、ちょこちょこ電話してきて本当に。最多のってお前2回だろお前。よく言うわ本当に。最多の電話出演って2回ですよたったの。ね、じゃあちなみに聞きますけど、一応このシリーズ楽しみにしてくれてる人いっぱいいるんで、うん、いや今更だと思うんですけど、うん、シンジの中で、うん、あっぱれの思い出っていうのはあるわけ。あっぱれの思い出、うん、いやめちゃめちゃあるよ。だから何の思い出聞きたいって思う。だからそのさ、まあ言ったらやっぱりさんまさん言うたっていうのが一番一緒にいたわけだから、うん、そこはやっぱりもちろん思い出あるし、うん、であとはやっぱりここ、うん、ここに思い出あるし、一番って言われるとすげえ難しいかな。いやなんかさ、みんなその幼かったからさ、うん、各々このこれしか覚えてないとか結構あるわけよ。例えば文庫シリーズすごい覚えてるとか。あでも俺文庫シリーズ覚えてっかな。俺文庫シリーズで、まあこれさんまさんに会った時でも俺言うんだけど、うんうん、やっぱり文庫シリーズで泣いた時に怒られたことかな。なんで泣いたんだっけ。じゃあ一番最初にさ、うん、一番最初じゃねえか、あのさ、うん、OK
ちょっと到着しちゃったんで、ちょっと横並びで座っていいじゃん。ダメ？いいよ。はい、ということで、すみません、ちょっと途中でカメラ止まっちゃったんで。うん。到着したんですけど、うん、まあちょっと時間あるんで、うん、車中トークしようかなと。はい、はい。車止めてね。うん。はい、まあ、さっきの続きなんですけど、うん、アッパレに対しての思い出、まあ、いっぱいあると思うんだけど、うん、なんかすごい印象深い。これ、まあ、その文庫シリーズで泣いたことってさっき言ってたけど、うん、文庫シリーズかな。俺は文庫シリーズで、うん、あれ島だっけ、あのさフェリーで行ったとこあったじゃん。はい、メギ島だよね。うん、うん、あの時にさ結構さ、うん、思ったより仲良くなって、その島の子たちと。おおで別れ際、うん、結構本当になんか悲しくて、で泣こう、なんか泣く寸前だったの。おうおう。でその時にさんまさんが俺に泣くなって急に言い出して、おうおう、なんでだろうと、泣いたら笑いにならんやろって言われた時に、いやすごいなと。俺確か10歳ぐらいだったのかな、あの時。いやいや、もうちょっと言ってるよ。もうちょい言ってるか。島は、島はね、うん、の子にそんなことを言うんだと思って。後々考えたらな、普通さ、うん、大人としてさ、うん、もうそんな悲しかったら泣きなよってまあ、ね、とか諭したりすんのが大人じゃん。泣くなって、うん、いやだ、その時はさ、なんか怒られただよな、 とりあえず、うんうん、で後々に何なんだあの人はってなる出来事だよね、うん、結局は。そう、うん、あとあれかな、うん、一番最初に、うん、あれ言ったじゃん、ハイキング、うん、だ俺覚えてないんだよ全然。あゆみちゃんが話し出した時、いや覚えてないんだよそういうの。どんどん話して、そういうの。あの時に、うん、そのハイキング行ったんだよね、はいはい、でまあもうみんな小学生、はい、で結構みんな、なんだろう、本当に普段はさ、うん、どっちかっていうと親もその局まで来て、うん、あれだったんだけど、うん、もう結構親はもう局解散みたいな感じで、はい、本当スタッフとさんまさんと、はい、俺らだけで行ったんだよね、はい、あの時、はい、でその時にさ、はい、結構最初みんなすごいテンション高かったの、うん、だからいろんなトラブルが起きたわけよ、はい、そのあゆみちゃんが鼻血出したりとか、うん、誰だったか忘れちゃったけど転んでやっぱ足怪我したりとかまあいろんなことがあって、でも結構楽しかったんだけど、はいはい、じゃあそろそろ帰ろうかぐらいになった時に、うん、突然雷がすっごい、それ言ってた、市役所とかも言ってた、そうなり始めて、うん、でなんかもう雨とかもブワー降ってきて、うん、でその時にはまあ結構みんな怖い怖いみたいな感じになってて、うん、でもその時に初めてさんまさんが、うん、大丈夫俺らがいるからって、うん、ああ頼りになるなと思った上から言うの、いや頼り、意外と頼りになるんだなって思って、うん、そして本当に近くに落ちたのよマジで。おうおう、まあ子供が思ってる近くだから全然通るかもしれないけど、ズダーンと落ちた時に、真っ先に一番後ろにいたのに、真っ先に一番最、あの先端まで行ったのに逃げたの。さんまさんがね。さんまさんが。あの時に大人って信じちゃいけないなと思って。確かにな、うん。そういうのも教えてくれた。背中で教えてくれたってことだな。そうだな。さんまさんは。大人は信じるなっていうことを。なるほど。なんかその辺から、でもなんかそういう一番の思い出って言ったら、今回のこの企画ってちょうどいい時期だなと思った。うん、あ、そう。いや、だからまあお互いもう40過ぎてて、うん、で、ことはみんな大体それぐらいの年じゃん。うん、まあ下もうちょっと若い人はいるけど、うん、でも基本的にはもうみんな30後半になってきて、うんうん、で、まあやっぱ出れる人出れない人はいると思うよ、そりゃ、うん。いろんな環境があるから、うん。で、その中でこんだけ SNS が発達しててさ、これ SNS がなかったら俺ここまでやっぱり集めらんないと思うし。そりゃそうだよ。うん。だから、ちょうどいい時期だなと。で、今何人ぐらい出てくれ、その。え、だから、うん、もう、むしろ全く連絡取れないって人がもう4人ぐらいしかいない。あ、そうなんだ。うん、もうそれ以外は一応連絡は全部取れてるんで。で、まあ、そう、出れる、まあ、出れないとあるけど。はい。まあ、卒業生はそうだね。だから、卒業生じゃない人、だから、みおちゃんとか、この間、市役所とか、ブランドとか、うん、ああいう人も、もう話してはいるから、うん、まあ、タイミングがあれば出ますよって言ってくれてる人もいたりとか、うん、まあ、あとはもう、ちょっと、ごめんなさい、もう、出れないですっていう人もいた。中には。もう、まあ、もう、そうだろうね、すいません、もう、素人なんでごめんなさいっていう人も中にいたりとかして、うんうん、まあ、でも、まあ、それは、そりゃいろんなね人のあれがあるから、まあしょうがないけど、そうそうそう、やっぱりさ、みんなはさ、うん、そう、俺らみたいにずっとタレントやってる人は、うん、いいんだけど、うん、やめてさ普通の生活をしてるのに、うん、過去のことこういうので掘り返されてさ、普通の生活しづらくなるのもやっぱ嫌じゃない。だから俺ゆうたより嫌だと思うよ。いや、そうだよ。だからゆうたはさ、言って もうこうやって一応タレント続けてるわけじゃん、うん、だからさ別に言われてもさ、どっかでうぜえなと思うけど、しょうがないと思うわけじゃん。全然思ってます。
だけどさ、うん、やっぱさ一般の人になって、うん、やっぱり言われるのはやっぱりそれは嫌だよね。いやきついと思うよ。生活しづらいよね多分ね。うん、会社の立場とかもあるだろうし、うん、だからやっぱブランドとかはね結構もう会社の中でも多分そういう、うん、結構偉い立場というか、うん、だからあれでしょ、この谷町になってくれるんでしょ。谷町って言い方すんじゃない、ね、スポンサー、スポンサー、そう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 、スポンサーになってくるでしょ。なんかお金出しますっつって、うん、まあそれはあの前向きに検討しますってことを言ってくれたんだけど、うん、とりあえずブランドにさ俺結婚して子供生まれたから祝儀頼むってちょっと言っててくれる。やめろよ、ちょっと直接言えよお前が。祝儀、祝儀やなんで俺が言うんだよそれな。俺が通して言わなきゃいけないんだよ。でも、うん、でもなんかいいよね、なんかブランドっぽいぽい、うん、市役所もそうだったし、うん、ブランドもそうだったし、ミオちゃんもぽいなって思った。あ、全然そういう意味では変わってなくて、うーん、うん、そうそうそう、だ唯一だからちょっと直美ちゃんがね、うん、びっくりするぐらいその率先的というか、うん、むちゃむちゃ喋ってくれるし、うん、なんかこうあの時の直美ちゃんからちょっと想像できないぐらいのアグレッシブさはあるね。うん、めちゃくちゃ見てくれてるんだよこのチャンネルを。あ、ほんと、うん、もうその過去のやつとかもめっちゃ、はいはいはい、うん、アッパレシリーズじゃなくてもね、うん、すっごいいろいろ見てくれてて、なんでそんな協力的なんていうぐらい見てくれてるのよ。そう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 、そっか、まあでも出れない人はしょうがないけど、まあ出れる人だけで集まって、うん、そうね、さんまさんびっくりするんだろうね。いやびっくりするんじゃない。うん、でさんまさんにはもう家に入ってますよ。あ、なんかラジオで、うん、ヤンタンでも言ってたみたいな、うん、なんかツイッターで何人か来ましたよ、うん、あ、そう、うん、あの、もう少しゆうたくんに協力してあげてくださいっそうだよ、本当にあなた、いやいや何にもしてないんだから。いや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 、マジで、いや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 、電話最多出演とか言ってるけど、あれで一方的に俺が電話しただけでやって、うん、出ますよって言ったわけじゃないじゃないですか、あなたが。違うんだよ、もう今ね、大変なのよ。いや、まあそれ生まれたばっかだからね、子供が、子育てが。いや、それはわかるけど、お前シングルファーザーとかいうわけでもないし。まあほとんど奥さんがやってくれてるんだけど、ね、でしょ、うん、あるでしょ、ある程度の時間は、1回ぐらい出れる時間は。違うの、こういうのを、うん、マジでユータが一人に任せた方がことがうまくいくの、うん、マジでこういうことっていろんな人が入っちゃうと、うん、いろんなあれが入ってくるからダメなの。やっぱ一人がやれよって、うん、そのやっぱ動く方がうまくまとまるの。いや、じゃあその、そうかもしれないけど、うん、まとまりとしては、うん、この今見てくださってる人への希望というか、うん、あ、やっぱりこの人がいると、うん、僕は話が回る。今多分見てて思ってると思うのよ、福ちゃんとか他のゲストがいる時よりも今話うまく円滑に回ってんなって、うん、まあ、俺らもずっとテレビやってる人だからね、うんうん、そういう部分とかでの安心感ってやっぱ欲しいと思うんで見てる人。いや、その希望で言ったらよ、うん、希望で言ったら、うん、やっぱり内山君って裏切らないなって最近何もしないやっぱりいや、言うたも言ってるわけじゃん。いや、あいつは何もしねえよって。そう、だからそこを裏切っちゃいけないってあれがあるわけよ。そうだって、なんか乗っからないでほしい。いやいや、そうなのよ。やっぱ裏切っちゃいけないって。やっぱ裏切るっていうのはダメよ。いや、ダメよ、だから。いや、だから、うん、でもよかったじゃん。ちょっとこうやって形になってきて、今、三宅さんのとこまでたどり着いたわけじゃん。まあね。うん。で、三宅さんから、うん、さんまさんからは何かあったの、アクションは。だから俺、さんまさんに連絡してないのよ、まだ。あ、別にあのラジオで話してくれたってだけ。ああ、そう。あれは多分三宅さんから言ったんだと思うんだけど、うんうん、三宅さんには、三宅さんが結構こうあの見てくれてたんで、三宅さんから話が言ったと思うんだけど、うん、そう、ということで、あの今日三宅さんと会うじゃないですか、うん、だって話したらさんまさんに電話しようと思ったね。あ、なるほど、うん、うん、そう、本当はもっと早くしようと思ったんだけど、結構思いのほか、うん、いろんな人がいいですよ、出ますよとか、電話だら OK ですよとか、メッセージくれますよっていうのがあって、時間食っちゃったっていうのもあったんだよ、うん、まあ、俺も仕事あるので、ね、うん、他にね、うんうんうん、で、まあ、今日もわざわざスケジュール開けてもらいましたけど、うん、まあ、この形がまあ一番良かったのかなと。あなたもちょっと三宅さん会いに行くときに、まあ、あなたと行った方がまあ一番いいのかなと、絵的にも、見てる人たち的にも。そう、やっぱり最終的に番組になるってなった時は、うん、お前は絶対出なきゃいけないけど。いや、こういう時こそあの張り切りボーイのやっぱり市役所でしょ。いらないね、いらないって言ったらダメだいらないって言ったらダメだけどそこじゃないでしょ。そう、うん、俺今一番会いたい人市役所かもしれない。いや、だお前ダメだよ、会っちゃう。なんでよ。張り切っちゃうから、向こう向こう張り切るから張り切るから。いや、張り切りボーイ見たいよ俺お前一瞬だけだよ、面白いと思うのお前10分だよ、持ってイライラして終わるよお前絶対。だってあのね、うん、あの日もね、まあ、福ちゃんがあんな風に言ってたけど、うん、その燻製を作ってきてくれたのよ、うん、すごい本当にちゃんとした燻製を、うん、で、うん、あの
福ちゃんはすごいびっくりしたらしいのよ、うん、は何これみたいな、うん、俺にこっそり食べて大丈夫これみたいな、うん、大丈夫決まってんだろお前そんな毒持ってくるわけねえじゃんそんなもん一生懸命作ってきてさ。いやだけど分かる、でもいきなり、言ったら30年ぶりぐらいに会った人が燻製なんか作ってきた時に食えないっていや食えるだろう。いや食えないってそんなもん、なんでだよ。じゃあまた燻製ってさ、なんかもっと違うもんなのよぐらい、なんかせめておはぎとかさ。いや決まってんねん燻製ってさ。いや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 、その凝って作ってるから自分がね、うん、あの凝って料理をやってるから市役所も、うん、でいろいろチップにこだわったりとかな。そうそう、そんなこだわるやつと、キャンプなんか行ってみて大変だよ。いや分かってるよ、だから一緒に行ってあげなって。俺はいいよ、だってうまいの押し売りしてくるよ、すっごい食べさせられて、燻製食べさせられてうまいっしょ。だからほらゆうたくん、ゆうたくんうまいっしょ、だから鬼だいらしちゃうじゃん。それもそういうの分かった、うまいうまいうまいってなっちゃうじゃん、うん、俺はね、うん、でそうなっちゃうからもう俺はもう行かないのよ、でしょ、うん、俺食べないもん使います、ここしっかり使いますひどくないこの人いやお前でも本当に美味しかったよ、うん、めっちゃ美味しかった、うん、燻製食べたけど、だって市役所やっぱほんと何でも一生懸命だから、そういうの絶対美味しく作ると思う。そう、うん、でやっぱそのこだわりがあって、うん、俺には日本酒をちょっと吹きかけてるんだって。へえ。で福ちゃんには日本酒とウイスキーを複合したやつをちょっと吹きかけてて、うん、で俺のマネージャーにもあのプレゼントしてくれたんだけど、うん、はプレーンで何にもかけてないやつなんだって、うん、でそれにはもう食べても大してその味が分かんないらしいのよ。ただそういうこの人にはこうだろうなっていうこだわりが市役所の中にやっぱあるらしくて、変わんねえんだったらかける必要なくねえだってそうそうだって変わんないんだったら、でそういうこと言っちゃダメなの、それは。だそれが熱なわけでしょ。いやだから俺言った、その時に言った、あい内山信二はこういうのをプレゼントしても何も響かねえと思うよと、うん、なんで一緒じゃないのって言われるよとか言ったら、いやうっちゃんにはじゃ あのプレーンをあげるって言ってたから、うん、いやもうワンチャンあいつはプレーンとかじゃなくて、いや俺燻製嫌いなんだよとか言われるよと、あいつはワンチャンそういうやつだよって言ったんだけど、お前の思いな、そうそう市役所の思いな、そう実際食べてみるとそんなに違いわかんないだろうけど、この良さは内山信二とかには伝わらないよ。なんで同じのくれないのってなる。うん、でもそれはそれで僕ありだよ。そう、うん、でもいや俺は分かったよ、俺はその市役所の優しさとかで、ね、好意でこうしてくれてここにお前が乗っかってるって俺は分かったけど、うちやましんちゃんは絶対響かないと思う、あいつ本当に下向き。いや、うちゃんでやるんだったらもう何もしなくて本当シンプルプレーンでいいだけども、あいつあれでワンチャン俺スモーク嫌いとか平気で言うよ、あいつマジそういうやつだから、ほんと人の心ないから、あいついや、わかる、好きかもしれないけど、あいつほんとそういうやつだから。いや、それだったら逆に、だってそう、だって目の前で青のりかけたら俺食えないって言うんだよそういうやつだから、あいつはそういうやつだから、その通りでしたね、今。いや、でも俺は食わないもんそうでしょ、うん、市役所だからもうあげなくていいからね、うん、こいつには、うんうん、で、まあ、俺はそのおっさん3人でキャンプ行ったのを行かないっつって家で YouTube で見るって。いやいや、それを楽しみにすんじゃないよ、俺行きたくないんだから、そもそも。そう、いやもうなんなら、うん、お前と福ちゃんと3人でさえちょっと行きたくない別に市役所とか関係なくその3人でもちょっと行きたくないのに、まあでもほら見てる人は絶対楽しいわけじゃんそんなの、うんうん、だからまあそういうの考えると、まあ、やってあげてもいいのかなとかは思うけど、そういう人たちのためにね、うん、でも個人的にはまあちょっと面倒くせえなってやっぱ思うよ、そんな3人でおっさん3人でキャンプなんて行くの。いやキャンプはしんどいわ。でまあ、どっか泊まりのあれでしょ、温泉とかそうだったらいいみたいな感じ、一泊とかだったら。いやだからせめて温泉旅行とか。なんか前さ対談した時言ってたよね、俺と今後どういうのをしたいのみたいな話したらさ、うん、一回旅行行きたいんだよみたいな、ゆうたと二人っきりで話してみたいんだよ。いやそれはじゃあゆうたと二人でしょ。うん、あ、うん、そのカメラとかなしてってこと。いやなしはしんどいよ。そうでしょ、ただ、うん、こういう感じも嫌だ。どういうことや。いやだからもう本当に、うん、事前にもうマネージャーさんに言っといてもらって、うん、部屋に定点カメラを仕込んどいてもらって、うん、それでやりたい。だから番組としてでしょ、ちゃんと。そう。でも移動もちゃんと撮らないと、こういうふうに。あ、これもね。そう、使うから、ちゃんと面白いことだから2人だったらいいよ。うん。いや、だけど、その4人でさ。4人っていうか別に、市役所いるんだったらもうブランド見れた方が面白いよ。それは。だってブランド映せないでしょ、だって。いや、ブランドは、あの、前向きに検討するって言ってくれてた、うん。今回は無理だったけどっていうだけ。あ、そう。そう。
その会社にやっぱいろいろ聞いてみないといけないらしくて、立場があるから。ああ、そうかそうか。自分多分役員なんだろうね。だから全部ブランド出してもらおうよ。金、うん、なんかさ、うん、そういうのやめようよ。なんでそこはいいじゃん、みんなに出し合え、みんなに出し合えっていうか、いやいや、まあ安いところでさ。じゃあ言うと出すよ。いや、もう俺が出すしかない、そうなったら、ね、そう、だって一番年上なんだから。そういうとこだけ出し合ってんじゃない。いやいや、もう俺よりも半年早く生まれてんだから。だからやめろよね。それだったらいいよ、みんなで行くんだったら。みんなで、二人っきりだったらじゃあ割り勘で、うん、みんなで行くんだったら俺が出せなきゃいけないってことね。うん。うん。じゃあみんなで行かないよ、俺は。めんどくさいも行くの。なんで？だってお前、男5人でお前さ、うん、旅行行くから、なんで俺が金出すんだ。お前結構かかるぞ、お前。金。だって一人安くて5万だったとしたってさ、うん。25万かかるってことだろ、5人で行くのに。まあそうだね。なんで俺お前らと旅行行くの25万もかけ行かなきゃいけないの。やっぱり旅行だから、やっぱ夜のアッパレ隊も皆さん見たいだろうし、やっぱり。いや、夜のアッパレ隊なんかねえよ。いや、夜のアッパレ隊あるでしょ。やっぱり僕らは元気なんじゃないの。アッパレ隊っつってないのよ。ね、頑張ろうおねえじゃないんだよ。で、あ、我々も大人になりましたっつって。いや、出さないでねえじゃないよ。いや、出ちゃうかもしんない。やめなさいよ、本当に。いや、やろうよ、そういうのやろうよ。やろうじゃないのよ。まあ、まあでもいいですよ、その今後、その、あっぱれシリーズっていうの自体は、一応俺、完結したいなと思ってるんですよ、うん、一応ちゃんとね。で、こういうのって、ネットで盛り上がれば盛り上がるほど、うん、最終的にちゃんと結末をテレビに持っていきたいなっていうのがあるんで、うんうん、もしあなたと2人で行くんだったら、うん、まあ、番外編じゃないですけど、まあ、それもテレビ局関係なくどこでもよくて、うんうん、2人で旅行行く番組というか、うんうん、そういうのでどっかテレビが扱ってくれたらいいなと思ってます。この見てくれたテレビ局の方で楽しそうだなと思う方がいらっしゃったら、オファーくださったら、うん、まあ、それはそれでまあ全然いいんだけど、うん、だからとりあえずだから今の目標はそのだからさんまさんに出てもらって番組にするっていうことが、まあ、そうです、今の目標でしょ、このまあチャンネルとしてはね、うん、うん、やっぱこの YouTube で終わりたくないのよ、俺らテレビから出た人間だから、うんうん、自分たちの YouTube を盛り上げるためだけにやるのってやっぱ気持ち悪いよね、俺なんかずっと、うんうん、いや、うん、だから雄太もさ、だからこれ一回やっぱり終わって、うん、あれしたらさ、いろんな人たちに会いに行く、うん、なんかで温泉に行くっていう番組やったら、で温泉に行く、俺夜中さ一人でさ温泉入ってる YouTube みたいなの好きなんよ、俺、はいはいはい、でなんか思い出トークみたいなしてるやつ、はい、俺結構好きなんよ、はい、だからやってよ。お前のプライベート充実させるために頑張って動かなきゃいけねえんだよ。でいろんな懐かしい人だ、それこそ堀越時代の懐かしい人とかいるでしょ、だって。まあまあまあ、でも高橋一生とか、そう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 、うん、そういうところをさ出してさ、うん、まあだからその前に一回これ完結させようよ。いや、そうよ、だからそのためにあなたの協力がまあまあ必要だったのに、初めて出会がって今日初めて、もうこれ最後ですよ本当に、もうラスト何本かのうちの1本ですから、このあっぱれシリーズの。何言ってんの、ゆうた。何が。俺はちゃんと調べてきてんの今日。お、今まで、はい、ゆうたがいろんな YouTube 上げたでしょ、はい、その中で俺とのが一番の再生回数だからね、はい、そうだよ、うん、そうそうそう、そうですよ、だから、はい、ゆうたはやっぱり YouTube やる以上は俺に頭上がらないわけよ、うん、ふざけんなよ、そういうことなんですか。まあまあ再生回数重きに置いたら絶対そうだよ、ね、うんうん、そうでしょ、はい、そうでしょ、そういうことです、そう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 、はい、じゃあとりあえず頭上げちゃいけないのね、そう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 、だびっくりしたもん今日、なんかちょっと遅刻しやがってみたいな顔でなんか俺のこと見てるから、俺なんかさもうはぁーみたいな感じでお出迎えしてくれると思ってたわけよ、そしたらなんかお前やりやがってみたいな。こいつどう思います、だから俺からするとはぁーみたいな、どうしちゃったのみたいな、お再生キングが来たのに、やっと来たのに。いや、そうさ、再生キングが毎回出てたらさ価値観がないやん。じゃあ言うよ、うん、今回のこのあっぱれシリーズで、うん、今一番再生回数多いのは、うん、あゆみちゃんの電話の回なのよ、うん、あゆみちゃんの電話しか出てないんだよ、うんうん、なのにもう多分これ見てる頃には20万再生いってるんですよ、うんうんうん、今18万以上いってるから、うん、19万再生とかなの、うん、それを超えたら認めるよ、もうこの2人のこの会話が、車中トークが嫌だよ。だってそういうそうです。超えなかった時赤っ端じゃないの、そんなの。だって再生キングなんでしょ。いや俺はね、うん、いやそりゃそうよ。いやだからそれはもう期待しますよ、じゃあ。もうそれ言ったらやっぱさすがだな、うん、内山信二と思いますよ。当たり前よ、俺がだってどんだけ自分一人をこうやって何回も見てるか。何回見たの？1万回ぐらい見てる。やっぱ見てると思うな。最高だね。だから20万回のうちの1万回は俺だと思うね。相当見てる。まあでもね、うん、まあ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 、でもあゆみちゃんちょっと会いたかったな。ね。あ、ちょっとそんなこと言ってる間にもちょっとだいぶ時間経っちゃった。まあということで、はい、じゃあ三宅さんのとこに行きたいと思います。はい。はい、いやあれやって、あれこれ言ったって。できる当たり前だよ。見てるでしょ、だって見てるよ。でも飛ばしちゃうんだよ俺。なんで飛ばす。
最後まで見ろよちゃんとじゃあ行きますよ、はい、せーの、あれこれ言う歌、はい、ありがとうございます。いける、はい、失礼します。どうも、お母さんのせいであいつがいなくなったのかと思わせるのかわいそうじゃない。あっぱれの卒業生たちが出て言うたと話すときは綺麗なあっぱれの話、せっかく今日三宅さん出てくれてるんだから、いらぬあっぱれ話でしょ。でもいいかもね、ダークあっぱれ、うん、お前しゃべりうまかったなあの、中さん、中さん、中さん、言いなさいよ、あれこれ言うた、はい、そうね、はい、あれを何本か見ても言うたもうめえなとか思って、ポジションをしっかり分かってて、それを伝える能力がまあね、いやいやいや、恥ずかしいです、うん、いや今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。コメントも書いてね。友達にも教えてあげてね。いつもあなたに幸せが訪れますように。あれこれ言った、あれこれ言った。ふさんまさんがそんな気持ちがあるならね、もっと早い言えんかって笑いに。